マイデイリーによると、奇跡はなかった。韓国は最終的に第1ラウンド敗退寸前まで行った。キム・インシク監督率いる韓国野球代表チームは3月7日、ソウル・コチョク・スカイドームで開かれた 2017WBC 第1ラウンド A 組オランダとの試合で0対5で敗れた。前日イスラエルと延長10回の末1対2で敗れた韓国はこの日の敗北で第1ラウンド戦績2敗を記録した。オランダが8日台湾戦に勝利する場合、韓国の脱落は確定となる。この日韓国は先発投手としてウギュミンを出した。オランダはリック・バンデンハークが先発投手として出た。先取点はオランダだった。1回表、先頭打者シモンズが左前安打で出塁し、プロファーが右フェンスを越える2点本塁打を放った。続いてボガーツが右越え3塁打を放ったが、ウギュミンは後続を抑えて危機から脱した。韓国は2回表、イデホの右前安打で無視1塁を作ったが、ソナソプの2塁手併殺打でチャンスをつなげることができなかった。併殺打は3回表にも出た。キムテグンとイオンギュの連続地球で 1-1 2塁のチャンスが与えられたがソゴンチャンが遊撃手併殺打を打ってしまった。4回表西の後、ソナソプの左翼線2塁打が出てチャンスを作ったが、ミンギョンホンが右翼手フライに倒れた。韓国は5回表、先頭打者タクソクミンが左前2塁打で出て、西後にイオンギュの死球で再びチャンスを作ったが、ソゴンチャンがショートゴロに倒れた。6回表には西後ソナソプが死球を選んだ。ミンギョンホンが3塁ゴロでアウトになった。6回まで韓国が得点を挙げられずにいたところ、オランダは6回裏にとどめを刺した。西後にリカルドの左前安打を火種としたオランダは、ホデュベルのレフトオーバー2点本塁打で得点を5点差に広げた。韓国は最終的に9回まで得点を挙げられなかった。8回表 1-1 塁ではキムテギュンが2塁手併殺打に倒れて冷水を浴びせた。この日韓国は先発投手ウギュミンがプロファーにホームランを打たれて3と3分の2イニング6安打3失点に終わり、ロンジョンヒョンは2イニング3安打2失点となった。オランダ先発投手バンデンハークは4イニングを3安打無失点で快投し、マルクウェル、マルティス、ストフベルゲン、ファンミルと繋いで無失点更新を続けた。今回の WBC を通じて FA バブルに陥って、メジャーに虚しい風が吹き抜けるね。3割打者40人を超えれば何なのか?2試合でたった1点だよ。笑い。NKBO 通算打率2位キムテギュンのレベル。笑い。補足、キムテギュンの WBC 成績。韓国 WBC の3番指名打者、2試合目までの成績は7打数無安打、1四球2三振である。イスラエルに15点与えた台湾がオランダに勝つと、笑い。罵ってごめん、お前らの実力がこの程度とは思いもせず期待があまりにも大きかった。余計なものを取り払ってスター病を治して底辺から再びやり直せ。まずはガムを吐き出せ。脱落の危機ではなくもう脱落。3割打者40人、19イニング1得点。84億キムテギュン、150億イデホ。今回の大会を見てみると、イ・スンヨクが本当に国民的打者だったということを改めて感じるよ。こいつらは絶対代わりにならない。それでも100をくくったが内野安打が可愛かったな。笑い。本当に KBO は年俸バブルを取り払わなければならない。豚のような体であんなにそよそよとスイングして適当にやっても100を食うける。90分は40分犬のように走るサッカー、バスケットボール選手を見て恥ずかしくならないのか。それでも9回は内野ゴロで熱心に走ったが、気にくらないようにしましょう。真剣に WBC チケットを買ったファンに自分たちの私費で全額返金して、良心的に自分の年俸の 50% は球団に自主返納しろ。うわ、コールド負けすると思っていたが、5対0にしかならなかったのか?これが韓国野球のレベルである。韓国野球、恥ずかしくなるね。1ラウンド敗退。いよいよ KBO バブルが弾ける瞬間が来るよ。これまでメジャーリーガーがいない大会で優勝もたくさんして野球人気が高くなって過度に年俸も高まって、ますます胃の中の蛙になって目標意識なしに遊んでいたら、結局このようになったんだ。今回のことをきっかけに気を引き締めて基本技から頑張ってさらに発展しなければならない。バブルが消えるという点では意味のある大会。編集所感。韓国の第2ラウンド進出は消滅したと言ってもいいだろう。まあまだなんだけど、
3チームが並んだ場合は失点数が多いチームが脱落し、残り2チームで争われる。台湾がオランダに勝って、オランダがイスラエルに負け、その上韓国が台湾に勝てば第2ラウンドへの道が開ける、非常に狭い道である。正直なところ韓国が勝てない試合ではなかった。オランダの先発投手バンデンハークはそれほど安定せず高めの球が目立った。パンチ力のある韓国打線からすれば、あれをスタンドに運べればというところだったが、乱れ気味だったのでかえって絞りにくかったのかもしれない。一方韓国の先発投手ウルミンもあまり良くなかった。制球が良くないのでオランダ選手にとっては多少の打ちにくさはあるものの、手の出せないところにズバッとは決まらなかった。初回の本塁打は難しい球を軽々と運ばれてしまった。しかしどこかしら安易だったのだろう。次の打者にもやすやすと三塁打を許してしまった。三塁まで行かれたのは守備の怠慢だが、こちらも不安定ながらなんとか3失点に抑えたというところだ。3点目はキャッチャーの二塁悪送球でピンチを広げ、直後にタイムリーを打たれてしまった。ああいうくだらないミスをするチームが勝ち上がっていくのは難しい。2番手のウォン・ジャンヒュンは6回2失点では好投したが、リカルドに浴びたヒットとオデュベルに打たれた本塁打は甘い球だった。あの2球で韓国はとどめを刺された。記事にあるように序盤からことごとく併殺打を喫してチャンスを潰してしまった。イデホは今大会初ヒットを打ったが以降は沈黙。3番4番が2試合でわずか1安打。これで勝つのは難しい。投手が打たれていると言っても、韓国野球は投手防御率がだいたい4点台である。要するに打ち勝つ野球なので打てないと本当にどうしようもない。この試合では5失点だが、まさか1点も取れないとはコーチ陣も頭が痛いだろう。条件が整わなければ台湾戦は消化試合である。第2ラウンド進出を決めて消化試合ならまだしも、逆に第2ラウンド進出が消滅して消化試合なら中継を見る人も減るだろう。私はこの試合をライブで見たが、スカイドームは初回から葬式の雰囲気だった。オランダが快音を放つたびに静まり返り、何が起きたのかわからないほどだった。本塁打の時には悲鳴も上がらずため息だけが蔓延していた。韓国経済もダメ、政治も大混乱、そして野球ですら最悪の状態である。あとはパククネ弾劾の結果を待つだけだ。え、まだサッカーがあるって？チャンネルへのご登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録が可能です。また、よろしければ動画の評価も。